どうも、リオさんです。皆様はじめまして、ご視聴いただきましてありがとうございます。今ですね、秋名大橋を渡っております。本日、9月の20日、月曜日の祝日ではありますが、仕事が休みでですね、さあ早朝、早起きして、ただいま散歩しております。で、本日9月の20日といえば、バスが大好きな方はもちろんご存知と思います。そうなんです、バスの日なんです。実はというと、私3歳の頃からずっとバスが大好きで、バス好き歴は33年。で、バスの、この度運転士になりまして2年目になりますが、まだまだ駆け出しのペーペーでございます。高校卒業してからですね、広島市内で、皆さん多分見たことあると思います。広島市内の道路の真ん中を走るですね、大手の路面電車の運転士をやっておりました。で、35歳を迎えた時にですね、やっぱりこのまま、自分の夢を叶えずして終わってもいいものだろうかと思いですね、2020年の7月、バスの運転士になりました。で、すごい音ですね。まあこのチャンネルもですね、いろいろとこのご時世の中ですね、なぜ9月の9月の20日からですね、本格的に YouTube を始めようかと思ったきっかけはですね、まあ、今コロナ禍でなかなか落ち着きを取り戻さない中ですね、イベントが中止になっていると。で、イベント開催されているところもあれば、やっぱりまあどんどん中止になっているというところもあります。で、私もですね、まあ、毎年バス広島のバス祭りへ行っておりましたが、今年も広島のバス祭りは中止になっております。で、自分がせっかくバスが大好きで運転士になりましたから、やっぱりそのバスの魅力は伝えていきたいっていうのは前々からあったんですね。で、それの踏ん切りがなかなかつかなくってですね、で、何かこういうご時世でありますから新しいことをチャレンジしてみたいと思った矢先ですね、まあ、そのことを、うちの当社の社長にご相談させていただきました。そしたらですね、自分の運転動画は、まあ、改装中限定ということでも心よく許可をくださいました。本当ありがとうございます。この動画の場を借りましてですね、感謝申し上げます。で、一つ、まあ、皆さんにお願いがございましてですね、この YouTube を見たからといってですね、当社また当社の乗務員に、直接問い合わせをするということ、私のチャンネルを通してですね、やっぱり皆様と盛り上がっていきたい中でですね、中傷とかコメントくださる方同士での上げ足の取り合いとかはですね、もう絶対にやめていただきたいと思います。またせっかく楽しみで見ていただいている視聴者の方にもですね、大変申し訳ない思いになりますのでですね、もうせっかくですから皆さんと一緒に楽しく盛り上げていきたいと思っております。で、私ですが、広島県の人間なのでなかなか標準語で喋ろうとはしとるんですけど、
まあ、今も出ましたね。やっぱり広島弁がですね、やっぱりどうしても出てしまってですね、たまに、うん、今言ったこと、うんってかっていう、多分思われる方もいらっしゃるかと思います。ちょっとですね、まあ私も気をつけますがですね、そこら辺はご容赦のほど、すいません。広島弁が多めですので、そこはお許しください。まあ、広島弁を聞いてですね、あ、実家に帰ったような安心感を抱いてくださる方がいらっしゃいましたらですね、私は幸いでございます。はい。で、まあ、今後の動画のことでですね、改装中限定ではありますけども、まあ、私の運転もやっぱり見られた方も賛否両論はあると思います。ね、賛否両論はありますけども、やっぱりその、ね、動画を見て、今バスの運転士になろうとしている方に勇気づけることも、できればいいなと。そしてですね、何目にやっぱり公共交通の、従事されている、従事員ですね、人が不足しているところもやっぱりあると思います。で、将来的にバスの運転士やりたいっていう方にもですね、やっぱり一人でも多く、いていただければですね、ありがたいなと思います。はい、まあ賛否両論ある動画をまあ流させていただくわけですけどもね、まあ温かい目で見ていただければ嬉しいです。で、私まだまだ先ほど言ったようにバスの運転士2年目です。で、この先もですね、やっぱり将来的には観光バスの、運転士にもなりたいですということでですね、まあ陽さんと同じ、今バスの運転士2年目だよとかで、ああいう方で、また今からバスの運転士になる方がいらっしゃいましたらですね、ぜひ一緒にスキルアップしていきましょう。もうここまで渡ってきましたね。見えますか？今ここまで歩いてきましたね。眩しいですね。今日天気が良くて良かったです。もう撮影機材がバレましたね。今自分の iPhone で撮ってます。はい。で、まあ編集の技術もですね、少しずつ上達していけるように、頑張ってまいります。で、何もやっぱりまだ、YouTube 初心者です。で、こうやってペラペラ喋っております。噛みながらね、喋っておりますけども、私こういうのは初めてですね。で、緊張というか恥ずかしさの方がですね、多めですかね。まあやっぱり恥ずかしい恥ずかしいばっかしでは、こうやって皆さんと一緒に交流していけないとは思いますので、やっぱりその恥ずかしさの殻を破るためにも、まあちょっとずつ慣らしていきたい。で、あとは自分が運転するそのバスのね、記録とかですね、人生における記録ですね、これもやっぱり残しておくと、まあ今後自分が見返した時に、あ、こういうこともあったなってこう思い返せる、まあいい機会にもなるのかなと思ったりもします。はい。まあまだまだコロナ禍落ち着きませんけども、医療従事者の皆様、自分がやっぱり好きなこと、楽しみたいことも抑えながらですね、医療に従事していただくということは本当は頭が下がる思いです。本当ありがとうございます。で、またバスをご乗車の際にもですね、マスクの着用で、手指の消毒をしていただきまして、本当ご協力いただきましてありがとうございます。引き続きですね、皆様と健康第一で過ごせるようにですね、マスクの着用、手洗いうがい、引き続き行っていただきたいと思います。
ではですね、そろそろ秋灘大橋を渡り終えます。で、通っているバイクの方も車の方も、あいつは何やってんだと多分思われてるでしょうから、まあそりゃもうそれはもう置いといて、今後もりょうさんですね、頑張ってまいります。で、皆様と、ぜひですね、一人でも多く笑顔になってくださる方がいらっしゃればですね、嬉しいです。で、ぜひ忙しい中ですね、自分の人生の時間を割いて見ていただくわけですから、貴重な時間をいただきますけども、よろしければですね、チャンネル登録、また高評価をしていただくと、今後の励みになりますね。こんな私ではありますが、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、橋を渡り終えました。秋灘大橋です。はい、それではまた次回の動画をお楽しみに。りょうさんでした。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。